はい、皆さんどうもゆるふわと申します。いつもご覧いただいている方ありがとうございます。はじめましての方はよろしくお願いいたします。ということでね、夜の、磯とこう港でもないんですけどね、そういうちょっと合体したようなところに、友人がね連れてきてくれたので3人でガサガサをしております。でちょっとね、後付けの実況でお送りをさせていただこうかなと思うんですけれども、というのがね、いつも行ってる港とかと違ってすぐ近くに民家があったりしたので、こう喋りながらね、実況しながらやってると変なやつだなみたいなね、思われても嫌だったので淡々とやっております。で、見ていただいている通り、ヘッドライトで照らしてももう周りに光が全くなくって一応こうやってね、網とかでやればなんとか見えるんですけれども、もうカメラだとこんなレベルになっちゃったんですね。なので、一応ちょっとね、前半の方は撮ってる感じを、少しでもお見せしようかなっていうふうにちょっと頑張ってみたんですけれども、一応それを少しお見せしつつ、後半途中からね、もう基本的には取れた魚のメイン紹介をやっていこうかなと思います。はい、ウニですね。漁場券に当然引っかかるんで、もうその場でリリースしちゃいました。ちょっとね、本当に暗すぎて街灯がね、港とかと違って街灯すらなくって、もう全然こうガサガサしてる様子をねお見せできなかったんで途中からねちょっと撮るのもやめちゃったりしたんですけれども、ただ今回ね、僕が欲しかったお魚を友達が、一緒に行った友達が撮ってくれて、それのね飼育をすることができましたっていうのでね、その動画はねまた今度出そうかなと思うんですけれども、結構ねいろんな種類は、撮れております。ただ途中ね、ちょっとあまりにも暗すぎたのでもう動画を撮るのをやめたんですけど、その中でね結構面白いことがあって、変なね、樽みたいなのが流れ着いてたんですよ、バケツみたいなのが。でそれをこう頑張ってね、3人で協力して蓋を開けて、その中からね魚がめちゃくちゃいたんですよね。それを取り出して見たんですけれども、その動画も後でちょこっとお見せいたします。はい、淡々とやってますんでねガンガンなんか手すりみたいなのにね、網をぶつけてる最中です、でもう本当にちょっとこう表をっていうか顔を上げると、もうこんな感じで、もう漆黒の世界、暗黒の世界にね迷い込んでるんで、一人だとね絶対行かないんですね、危なすぎてこの日ね、本来は磯に行く予定だったんですよ、結構大きめのね。でそこの磯に行こうと思ったんですけど、ちょっとあまりにもこう満潮がね、もうまだ干潮だったんですけれども、潮が引かなくって、台風の影響かなっていう感じなんですけど、それでね急遽こういう場所でのカサカサになったっていう感じですね。でこれ取った魚を今リリースするところです。アミモンガラですね。後でね、こう動画で別に、取った魚の紹介をしているので、ここは、一応ね、取った魚逃がしてますよっていう、そんな感じです。光がね、ちょっと反射して見えづらいんですけどね、これはカゴガキかな？カゴガキ台。発音難しい。結構大きいのが取れたんですよね。やっぱり夜なので魚さえいれば結構比較的ね取るのは簡単なのかなっていう感じですね。アオリイカとかね、なんかコウイカっぽいものとかね、ああいうのはやっぱ逆に夜起きてるのでなかなか取るの大変なんですけど、これがなんだろうな、親ビッチャとか多分そういうねタイプの魚だと思うんですけど、逆に夜であんまりこう色が出てきてなかったので種類の特定ができなかったんですけど、今は頑張っヤドカリとかね、そういう海系のものがね当然たくさん取れたんですけど、それをこう逃がすためにかき集めてる最中ですね。なんかさっきの親ビッチャって言ってましたけど、なんかイソスズメダイとかっていうのに、似てるような、なんかそんな気もするんですけどね、なんとなく親ビッチャのような気がします。
でね、なんかこれね、よくわからないね、ベラのようななんかね、そんな感じのやつなんですけど、それはね、ちょっと可愛かったので飼育しようかなっていうので持って帰ることにしました。でね、これはなんかヒオウギガイみたいな、まあヒオウギガイじゃないんですけど、そういう形に似てるなんか二枚貝でしたね。ほい、はい、これウミムシですね。また後で紹介します。ボンガラリリースするよ。はい、こっちもリリースしちゃった。まあ凶暴な魚だから一匹で買うならいいけど。ああ、確かに他の魚のヒレとかサンゴもやりましたっけ。サンゴは大丈夫。はい、今ねみんなでリリースタイムで僕より全然詳しい方だったので相談しながらやってます。もう基本ね、飼育できないことね。ちっちゃいヤドカリはあれだな、チンアナゴの水槽に入れてこっち取りしてもらおう。小さいヤドカリですね。まあちょっとね、チンアナゴの水槽なんですけど、ちょっと結論からいくと失敗しちゃったんですよ。まあ、その経緯とかね、その今後のことっていうのはまた動画出そうと思うんですけど、まあ、ちょっとね、勉強し直す必要がありましたね。もうくらいだよ、もう一杯軽く。お前は浮きまいで、はい、めっちゃ可愛くないですかこの子。めっちゃ可愛くないですか。僕が探していたね、種類の一つですね。先ほどちょっとお話しした欲しかった子ですね。ミミイカちゃんで、せっかくとかでエビ1日取れないかな。いないんだよね。さっき海藻すくったらあの磯筋が取れたんで。島カゴガキに、親ピッチャに、アミモンガラに、タカラガイに、あとなんかいたっけ。ん？あ、それ？なんだっけ。またと忘れちゃった。なんかあとね、ちょいちょい小魚入ってるかもしれないんだけど、わかんねえな。まあいいや、逃がしてやろう。はい、今ご覧いただいてたのがちょっと途中ね、たくさんその面白いね現象でこうバケツの中にいっぱいいた子っていうのね、ほとんどが親ビッチャーとかだと思いますね。でこれがねその最終的にまあ観察しようかなっていうふうに残していた子たちですね。今見せてるのがこれがあのウミムシ、何ウミムシか忘れちゃった。もうね、海面の方でふわふわ泳いでたのでね。でこのアミモンガラが死んじゃったのかなと思ったんですけど、これね、まだ普通に元気に生きてました。でさっきリリースした子ですね。もともとなんかふらふらっと泳いできたところをすくったらこのアミモンガラだったんですけれども、まあ、あとはねカゴガキと、親ビッチャとそれからハゼっぽいやつとなんかベラっぽいよくわからないやつですね。でね、ウミムシがねすごいなんか変な泳ぎ方してるのがすごく面白かったんですけど、まあさすがにねこうここに入れちゃうと泳いでくれないのでお見せできないのが残念なんですけどね。本当はねお見せしたかったんですけど、まあ、家に連れて帰ってね殺しちゃってもいけないんで、まあ帰るね環境ではないので、まあ、ちょっとねこのもう止まってる姿で申し訳ないんですけれども、まあ、こういうのもいたよ。これがね、アミモンガラの、もう一匹ね、別の方が取ってくれたやつで、すごい元気なアミモンガラですね。つついてる、つついてる。もう結構つついてます。お魚さんとかね、一緒にマシ飼いたいっていう方がいれば、まあ、結構ね、魚のこうヒレとかね、つついくんで、まあ、それだけ注意していただくといいかなと思います。全体的に怪我もなくしっかりしてるね。なんでそんな上下にゆらゆらしてんだ。もうちょうどおとなしくしてくんねえな。なんか僕がブツ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 撮影しながらなんか言ってますね。はい、これね、僕が今回ね一番こう嬉しかった子です。ミミイカちゃんですね。すんごい可愛いんですよ。ライト当てるとこう光でねこう色を刺激を受けて色が変わるしっていう、めっちゃ可愛いです。
これね、うちで飼育してるんですけれども、結構元気です。可愛くないですか、なんかこの目とね、このあと、イカなのにこう、すごい足が短いっていうね。でやっぱりまあアオリイカとかね、そういうのとかはなんかこうシューンと細長いんですけど、こうちょっとねくるっと丸い感じのね、イカで、一応こう泳ぐ時にはこう結構シューンというなんかなんだろうな、ヤリイカみたいなね、結構シューンってなるんで、あイカだって思うんですけど、こうやって見てるとねイカってイメージあんまりないんですよね。目つき悪いなっていう感じの目がなんか逆に可愛いって。頑張ってね、いろんなところから撮ってるんですけどね、はい、今回ねガサガサした結果としてはまあこんな感じでしたと、いうことでね、またこの子のね紹介とか、まあ、そういったものも含めてまた動画出していきたいと思います。ではねここら辺で終わりにしたいと思います。はい、ではね皆さん長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でぜひお会いしましょう。それじゃあバイバイ。